出しているのと出していないのとだとこんなに違います。はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。渡辺です。三富です。はい、三富さん今日もテンション高めでよろしくお願いします。ということで今日はゴルフ女子必見なサンバイザーを使ったヘアアレンジを紹介していきたいと思います。ということでゴルフってまあおしゃれに見せたいけどスポーツだから皆さんピシッと止める。そうですね、なるべく邪魔にならないようにはやると思うんですけど、なんですけどでもやっぱ女性なんで可愛く見せたい、あとやっぱ小顔に見せたいっていうことは結構ね多いですよね。もちろんです。はい、ということでそれを今日はひとみさんがレクチャーしてくれますので、皆さん可愛くやっぱり見せたいと、小顔に見せたいって方はぜひ参考にしてみてください。今日使うのはヘアオイルと日焼け止めスプレーとゴムです。オイルを2滴出します。オイルを毛先から順になじませていきます。顔周りと前髪をしっかりつけます。アホ毛も手で押さえてオイルをなじませます。今回はポニーテールバージョンでやっていきます。サンバイザーの位置がこの辺に来るのでサンバイザーの下の位置でまとめます。この位置で結んでいきます。私はポニーテールにしても首に当たらない位置なのですが、長い方はお団子にしてもおすすめですよ。それではサンバイザーをかぶります。ここからが小顔ポイントです。もみあげの部分を下ろします。ここを下ろすと輪郭が少し隠れるので小顔に見えやすくなります。だいたい指1本分の太さと幅を取ってあげるとちょうどいいかと思います。次にこめかみの部分も下ろします。ちょっと前髪につながる毛なので少し太めに下ろしてあげるといいかなと思います。だいたい指2本分ぐらいの太さがあるとバランスいいと思います。頬骨とエラが隠れるぐらいの下歯が折れたら大丈夫です。次に日焼け止めをつけていきます。サンバイザーなので上が開いてるので焼けないようにしっかり塗っていきます。両方出したらこんな感じで完成です。はい、ということでひとみさん、はい、ありがとうございます。今日はポニーテールバージョンでやっぱ顔周り下ろすってことが大事ですよね。はい、でちょっとおさらい的にどことどこが綺麗に押してたわけ。もみあげの部分とこめかみの前髪につながる髪の毛ですね。一番出っ張ってる部分なんで、エラと頬骨が出っ張ってるので、そこを隠してあげると小顔に見えます。なるほど、これはもうやっぱ送り毛作ってる方が、っていう感じで ね長いとやっぱり下ろすとバランスがおかしくなったりもするので、そういう方に関してはもうピシッと止めた方がいいかなと思うんですけど、まあ顔周りをねちょっと小顔に見せたいっていうのでこう短く切ってる方はこの2つの部分でね、はい、2箇所を下ろしてあげると小顔に見えておしゃれにいけるかなと思います、はい。なので、そこら辺をちょっと参考にしてもらえて、ゴルフを楽しんでいただければなと思います。で、今日はポニーテールをやったんですけど、まあ長さによってはね、まあ、ダウンというかこのままサンバイザーをかぶるコツだったりとか、あとはちょっとここをダウンにする、そうですね、上もダウンにしたりとか、っていう感じのパターンとかもね、ありますので、まあ、その辺をねこの美容師のひとみさんに聞きたいっていう方がいらっしゃったらまたコメントいただければ別途次回ねお作りしますので、よかったらコメントください。この動画がよかったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。